今回のゲストは鎌田二郎選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube デビューかもしれないです。あ、本当ですか？はい。あ、ありがとうございます。なんか僕のチャンネル出ていただいてありがとうございます。鎌田選手の、サッカーを始めたきっかけとか、未来のちょっとアスリートの子たちにちょっとアドバイスとかいただければなと思いまして、もうぜひ本当に今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。ここ本当14年プレーした中で、対戦して、このフォワードはすごかったとかっていう選手いらっしゃいますか？いや、結構いろんなすごい選手と対戦させてもらったんで、まあ、みんな正直すごいんですよ。相手のフォワードなんて言ったらもうエースがみんないるわけじゃないなんで、みんなそれぞれすごいとこあるし、私すごいんですけど、まあ、なんていうかな、味方の方がすごさわかるっていうか、今まで一緒にやってきた選手の方がすごいなとか思うことが多いし、まあ、最近で言ったらオランダとか、その強化指定の時代で言ったらフランスとか、仙台で言ったら、まあ、ウィルソンっていう選手とか、まあ、外国籍の選手は多いですけど、パンチインパクトあるし。ああ、なるほどです。もう、対戦というよりかは、もう、いつも身近にいて、まあ、点取ってくれるというか、まあ、見せてくれる選手の方が、凄さがよりわかるというか。いや、そうですね。もう、これほど頼りになる人はいないなって思える瞬間ですよね。点取ってくれた時とかも。でも、オルンガ選手すごいですよね。いや、もう、なんか僕、それはもう客観的に見た感じですよ。いや、なんかもう1年目はなんかそこそこっていう感じだったじゃないですか。評価もなんかすごい、多分、スカウトの人とかは多分もう本当に狙って取ってると思うんですけど、やっぱり行っていくとするとまだ1年目はっていうよりかは、もう、あれ、去年ですよね。オルンガ去年選の手。もうすごかったじゃないですか。もうやっぱ練習からやっぱ違うんですか？違いますね。やっぱりこう、周りから見ててすごいって、もうすごいんですよ、単純に。多分サポーターの人とか、こう、スタジアムで見てる人って、その、テレビの画面とか、その上から見てると、あんまり違いって分かんないと思うんですよ、正直。だけど、その中でもやっぱすごく見えるって、中でやっちゃうものすごいんですね。わあ、そうなんですね、やっぱり。なので、その、文化、そういう、見てる人がすげえなと思う選手と一緒にこうできたっていうのは、まあ、自分の中の財産ですよね。でも試合中だと本当に何とかやってくれるだろうと思いますよね、やっぱり。そうですね。まあ、ちょっとラフなボールでも、あいつに預けとけばとかっていうのがあるんで、まあ、それを信じて味方も走れるし、そういうのは本当にでかかったですね。オルンガ選手はすごいっていうところですね。すごいです。やっぱ ACL でも今すごい決めてますもんね、ゴール。決めてましたね。もう結果しかちょっと何点しか見てないですけど。ACL でも予選敗退しちゃったんじゃなかったでしたっけ？それでもなんか得点王のチャンスがあるみたいな。フランス選手って、話を聞くところに、スパイク、パカパカな感じってのは、あれも練習からもそうなんですか？そうですね、穴開いてましたね。まあ、そうなんですね。やっぱ対戦してた選手とかもやっぱ話聞くと、いや、実際空いてるんだよっていう感じな、皆さんおっしゃるんですよ。いろんな対戦した選手とかが。いや、僕からしたらよく蹴れるなとか思うんですけど、でも本当に見せるじゃないですか、もうプレーで。パスとか。いや、もう穴開いててもうまいぐらいうまいです。レイすると本当、ブラジル人選手とかってやっぱすごいじゃないですか。
そうですね、まあ、ブラジル人選手もそうですけど、韓国籍の選手とかもいっぱいいますし、はい、まあ、いろんな選手連れてこれるっていう強みはありますよね。ウィルソン選手と、そうですね、もう仙台のもうテントリーってウィルソンですもんね。そうですね、過去一番すごいんじゃないかなと思いますけど、ね、仙台の、ね、中では、はい、そうだ、もうでも鎌田さん、僕はあの鎌田さんといえばあのオーバーヘッドなんで、ああイメージの背番号2ともオーバーヘッドのイメージがすごいんで、まあ、あのたまたまオーバーヘッドなんかで決めさせていただいて、でも、本当に10点ぐらい取られてるじゃないですか。10点、はい、20点ぐらいですかね。どれですかね、15点ぐらいですかね。ちゃんと数えたことはないですけど。なんかもう、やっぱゴールした瞬間って、もう世界違いますよ。なんていうんですかね。もうサポーターガーンって来るじゃないですか。はい。もう、川さんの中でももう。若い時はそうだったかもしれないですね。まあ、最近の年齢になってやっぱ落ち着いて、いられることはいられますけど、はい、その時は本当に嬉しかったし、なかなかそうですよ、ディフェンスの選手で前線に行ってあんまり、そうですね、コーナーキックとかで上がる時くらいで、まあでももっとやって取ってる選手もいるし、はい、チームの助けに なればいいなと思って、はい。狙っていきたい。あのオーバーヘッド本当に見事だなって、なんかもうすごいなっていう。そうですね、自分の中でもやっぱりその何本か印象に残ってるのを上げてって言われたらあれです、ね、はい、僕、ヴィッセル戦とあとなんか中で確か見たのがフロンターレ戦かなんかのゴールは、はい、確か僕生で見てるんです、鎌田さんのゴール。あの震災の後ですね。あと、あ、はい、あれ、はい、まあ、あれが一番自分の中ではベスト。はい、多分もう後にも、あ、先にも。僕、そのゴール見れてよかったです、生で。あ、ありがとうございます。はい。現地にいたんですか？現地に見てましたね。へ、はい。もうその、オーバーヘッドってのはミッセル。はい、神戸ですよね。はい。なんかそれがごっちゃになってて、フロンターレ戦がオーバーヘッドだったかなって、ちょっとごっちゃになってたんですけど、もう2点は見てるんですよ、僕。もうそのゴールだけはすごい印象的で。フロンターレの試合はヘディングです。生で見させていただいて、でも本当こうやって鎌田さんとお話をする機会いただいても本当に感謝しかないので、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは、あの、答えれる範囲でいいんですけど、はい、まあ、柏とか仙台で、はい、鎌田さんがおすすめの飲食店とかで聞いてもいいですか？柏とかだったら、はい、みんなよく行った明月園という焼肉屋さんとか。焼肉屋さん、はい。明月園で。はい。あと、まあ、トンキっていう定食屋があって。はい。トンキはもうすごい、若い時は、若い時っていうか、独身の時は、はい。結構週に何回も行っているようなところで。あ、もう練習終わって。いや、夜ご飯ですね。え、夜ご飯で。はい。すごいボリュームもあって、はい。すごい。考えてくれて、うんうん、多分ドゥさんも言ってると思うんですけど、あのこの直屋さんのインスタで最近行かれてるところですね。はい、トンキっていうところなんですけど、はいはい、僕拝見します、拝見します。はい、そこ、まあ、今リニューアルしてその後ちょっと行けてないんですけど、はい、すごい行ってましたね。そうなんだ、近藤さんもよくランチ行かれてますもんね、今、はい、ストーリーに上がってるんで、ド、は、ゥ、い、さんが一番行ってたかもしれないですね。あ、もう当時から、じゃ今もず引退されてからもずっと行かれてるんですね。はい、当時は、あの、柏行った時も。だって、僕とか、その何人かで行くと、一人で食べてます、ね。はい、もう、この人一人で行かれてるんですね。はい。はい。はい、そんな感じですね。もう、その中の、トンキさんですか？あの、おすすめの、鎌田さんの中でおすすめのメニューってなんかありますか？トンキでやっぱレバニラが、はい。美味しかったですね。はい、レバニラ炒めすごい、あの、よく頼んでました、ね。そうなんですね。ありがとうございます。何でも美味しいです。あ、でも、はい。はい、ちょっと、レイソルの練習場とかが近いんですか？
レーソルの練習場も近いですし、諸駅からも結構近いですし、まあ、その焼肉屋さんもその近くにあるし、あと、ブラジル料理とか出してくれるお店も練習場の近くにあるんで、そういうとこもよく選手でみんなで行ってましたね。あ、ブラジル人の選手とか本当に結構、近くにブラジル料理があるとなんか安心するというか、あれですよね。そうですね、お肉とかもすごい美味しくて、やっぱ和食合わない選手も中にはいるんで、そういうとこあるとすごい助かると思います。もうレーソルだと本当年に1回2回ぐらいスタジアム行くんですけど、もう駅前のレーソルの日ってすごいじゃないですか。もうレーソル旗がすごい、レーソルロードみたいなのもすごいなと思って。つまりあの辺りにあるってことですね、お店が。でそうでも、すね。もう近くです。商店街っていうか、個展を抜けて、ちょっと行ったところにあります。今度行ってみます。行ってください。行きます、行きます。ちょっと試合見て。仙台もちょっとお伺いしてもいいですか？仙台はですね、まあ、牛タンもやっぱり有名なんで、いろんな牛タン屋さん、まあ、紹介してもらっていきましたね。その中に、丹米っていうとこがあって、丹米のなんか壺に入ってるパンとこう牛タンがこう混ぜて食べるみたいなのあったんですけど、塩だれで、それがめちゃくちゃうまかったです。仙台って牛タンですもんね。僕もなんか、仙台は本当に僕も過去に1回、2回しか行ったことがないので、ちょっと機会を見つけて、そこは行きたいなと。ただ仙台はどこで何食べても美味しいんですよね。あ、もう牛タン以外でも本当に、牛タン以外にもその海鮮系とかも美味しいですし、まあ普通の居酒屋さんのようなとこ入って、まあ、例えば焼き鳥とか、焼肉屋さんとかでも、まあ、行ったことないのと、パッと入っても、どこ行っても結構飯うまいんですよ。なので、どこでもいいです。仙台ですね。だからもうどこでも。でも相模原だと今ね、ファンの方がすごい会って行ったかもしれないので、ちょっと引退された後とか、相模原さん後話したと時に聞ければなって。か、相模原はなんか、飲食店すごい多いんですけど、あんまりなんかチェーン店みたいなのが多くて、なんかここの店ってのまだあんまり開拓できてないっていうか、近まくだに。移籍されて本当間もないですもんね。そうですね。だから、その選手がおすすめっていうのもあんまりみんなで今行けない状況なんで、いコロや、ナ。本当今そうですよね。今だと本当にコロナもあって、やっぱりどこで、まあ、感染するかっていうのも、チームによって本当に制限されてるチームもすごいやっぱあるので。そうですね。もうだから基本的にはもう一人で飯食う時間がほとんどなんで、なかなか選手とあそこ行こうよって言えないですもんね。あんまり行けないですね。大人数で特に。そうですよね。今一番すごい制限ですよね。そうですね。まあ、そのコロナになって、接触とかになっちゃうと、チームに迷惑かかるんで、そういうのも考慮して、やっぱり、そういう行動に移していかないといけないんで、選手としては。そこはまあ我慢です。いや、もう行きつけのお店をお伺いしたので、もう、これ見ていただいて、鎌田さんのファンがそこにいっぱい行くと思うので。いや、もうみんな言ってると思いますあ、もうよ。行ってる。いや、もうそう結なんで構す有名ね。なところなんで、ありがとうございます。ありがとうございます。